この動画は、リモを使った懇親会談話室書籍展示の実践例を紹介する2本目の動画です。ホストとしてリモのイベントを開催する方を対象にしています。この動画を視聴する前に、1本目の動画の13分30秒以降の内容を見ておくと、後の説明がよりわかりやすくなると思います。それではホストとしてリモのイベントを開催する際のポイントについてお話ししておきます。まず、ホストだけが可能な会場内での操作というのがあります。実際に後ほど、これらの操作方法について確認をしていきます。また、その後、新しくイベントを作成する画面をお見せします。イベントの設定に関しては、契約プランによって参加人数やフロア数、開催時間等が異なりますので、ご注意ください。これから私がお見せするものは2週間のフリートライアルバージョンです。契約するプランによっていろいろ制限がありますことをご注意ください。そして最後に会場内の設定について少し詳しくお話をします。イベントの編集は1回で全て終える必要はなく随時可能ですので確認しながら進めていただければと思います。では実際のリモの画面に移ります。今ご覧いただいているのが私、この右上の JPL と書かれていますね。このアイコンが今、ホストである私のアイコンです。仮に作成したものですが、今私ちょっと見えないところにいるので移動します。はい。はい、今映りました。はい。で、今私が映ったテーブルというのが、ここですね。大会実行委員会と書いてありますが、通常このテーブルというのは普通はテーブル9のように番号だけが振られている状態です。もしこのテーブルの名称を変えたい場合、例えば書籍展示の出展の書店の方のお名前を入れるですとか、シンポジウムの方の控室として使いたい、あるいは実行委員会の、集まる場所として使いたいといった場合には、そのように名前を変えておくといいと思います。リモのサポートデスクを設けるのであれば、それも書いておくといいでしょう。変更の仕方は、各テーブルの右下に現れる鉛筆のアイコンをクリックし、任意のテーブル名を入力するだけです。どうしましょうね。例えば、シンポジウムパネリスト用のテーブルとしてこれを使う場合には、このように入力をしておきます。次に、鍵付き部屋について確認をします。鍵付き部屋は、プランによってデザインも、あと、お名前も変わります。今はこの壁に囲まれてグリーンがあるからグリーンルームと呼ばれていますが、場合によっては真ん中にこの部屋がある。あるいは、ステージの形で画面上部にあるということもあります。いずれにせよ、この部屋はホストだけが自由に出入りすることができます。通常の参加者はここには入れませんが、ホストから呼ぶという招待をして入ってもらうことは可能です。日本語学会の懇親会では、懇親会の途中で急遽お話をしていただきたいような方を、まずこちらにお呼びして、これからこういう挨拶をしていただきたい。ついてはこのような段取りでプレゼンテーションをしますという説明をした上でプレゼンテーションをしていました。そのような直前の打ち合わせなどに有効に使えるかと思います。では、呼びたい人、を実際に呼んでみます。例えば呼びたい人のアイコンですね。例えばこの方を呼びたいのであれば、アイコンにカーソルを合わせて右クリックをし、グリーンルームに招待。これを押します。先方の画面には、この招待を受けるかどうか等メッセージが届きます。先方がこれを受諾すれば、自動的に同じこのグリーン、今はグリーンルームと呼ばれる部屋に参加、移動します。今、二人映ってますね。このような状態になります。で入るときは、許可が必要ですが、出るのは自由にできるので、お話が終わったら、この方には、また戻っていただければいいと思います。ここにいると、他のメンバーと話すことができなくなってしまうので、その点だけ伝えしておいてください。はい。では続けて、ツールバーの操作に移ります。ツールバー、一般の参加者の方にはない、アイコンがいくつかあります。まずこのロビーに関してはちょっと
注意しておきたいと思いますが、これゲストロビーとなっています。オンにすると、ここにまず皆さんの参加者が表示されて、許可して初めて中に入れるようになります。ただこれはかえって不便だと思いますので、オフのままにしておくことをお勧めします。では、まずアナウンスメントですね、の仕方をします。その他のところをクリックしてもらうとアナウンスが出てきます。これはテキストメッセージを会場内に表示するためのものです。ここで表示するメッセージは、例えばもうすぐこの談話室閉めますよとか、もうすぐ口頭発表が始まるから皆さん会場へどうぞとか、その都度全体に静かにアナウンスしたいような内容がいいと思います。はい、確認を押すとこのような形で全員に対して表示されるようになっています。今のような形で、連絡事項を伝えたりですとか、あるいは、この後で説明するプレゼンテーションを始める前に、もう少ししたらプレゼンテーションが始まりますというお知らせに使うのも有効です。実際に日本語学会の懇親会、文法学会ですね。文法学会の懇親会などでは、そのようにしておきました。はい。では、プレゼンテーションに移ります。プレゼンテーションはこのツールバーの一番左側の方ですね、にあります。このプレゼンテーションを押します。マイクとカメラをオンにした状態か、そうじゃないか、これを選択した上で、今すぐ始める、または30秒後に始める、どちらかを選びます。ここでは今すぐ始めるを選びますが、30秒後に始めるを選ぶと、自動的にカウントダウンが、画面が映し出されます。カウントダウン中はテーブルでのおしゃべりを続けることができるので、急に会話が遮断されるということはありません。逆に今すぐ始めるを押してしまうと、他の参加者の方にとっては突然会話が遮断されることになるので、ちょっとあまりいい印象を持っていただけないんじゃないかと思います。ご注意ください。今私、マイクとカメラともにオフになっているので真っ黒ですが、マイクをオンにすると、このようにサムネイルが表示されます。もちろんビデオもオンにできます。今の状態ではホストである私だけが話せること状態ですが、他の人に話してもらいたい場合は、右側の参加者をクリックします。そして参加者の中から話してほしい人を選びます。たくさんの人がいる場合は、この検索バーを使って探すのが便利です。では、話してほしい人を見つけた場合は、その人の、この人のようなアイコンがあるんですね。ここをクリックします。で、配信許可を与えますかに対して、はいを押します。すると、また相手の方に、この、スピーカーの指定をに対して参加するかどうかを、まあ、基本的には参加するんですが、要請が届きます。で、向こうが参加を押せば、こちらに移ってくるということになります。もちろん、二人で、オンにした状態で話すこともできるのですが、お話を邪魔したくないというのであれば、マイクもオフにすれば、自動的に自分のサムネイルを消すことができます。この仕組みを理解しておくと、あらかじめ、3名、4名の参加者の方をスピーカーとしてお呼びはするけれども、最初は皆さんカメラオフ、マイクオフにしておいていただいて、順番にマイク、カメラをオンにしていく。そうすると複数のスピーカーがいてもスムーズに切り替えることができます。で、この画面でも画面共有等ができますので、適宜ご利用ください。一旦プレゼンテーションを終了します。はい、フロア画面に戻りました。以上はホストだけが会場内で行える操作となります。ちょっと簡単に他の、会場内のことをこれからの操作に関わるのでご説明しておきます。で、右側と左側にそれぞれビルボードないし掲示板と呼ばれるものがあります。右側はテキストの情報を掲示するためのもの。左側は動画を掲示するためのものです。これは任意です。が、例えば、この談話室を使うための注意とか、あるいは懇親会ではこのような段取りで進みますよといった指揮次第などを掲示しておくと、参加者の方にとって便利かと思います。で、左右に配されているこれバナーですね。このバナーは特に書籍展示を行う場合に有効に使えるかと思います。では、これらを実際にどうやって設定したかについて確認していきたいと思います。で、左上に3本線のアイコンが出ていますので、そちらをクリックしてください。で、その一番上にマイイベントというのがあります。マイイベントを押すと、イベント作成のボタンと、それから
すでにその人が設定した、まあ、予定として設定しているもの、それが過去に行ったものなどのイベントの一覧がこのように表示されます。開催中のもの、今出てきたことですね、がここにある。それから予定されているものとか、すでに終わったものなどがあります。すでに終わったものであっても、これ実はですね、ここからデータをコピーすることができます。日時等だけを変えて、同じ設定のイベントを複数回は簡単に行うことができるので、この機能を知っておくと便利です。また、ここを使うとですね、今開催しているイベントのリンク、あれ、リンクなんだっけと思ったときに、ここを押すと、招待用リンクをコピーというのがあります。ここからコピーして、必要に応じて、メール等でお知らせするということができます。ランディングページを開くというのは、これはこのイベントにアクセスすると、最初に何が開くかということです。まあ、この場合は、このような画面ですね。これがランディングページ、いわゆる扉の画面です。この設定方法についてまた述べていきます。でここにイベント名がありますね。それから、ここちょっと消えてますかね。自己ピーがなくなってますね。あと、この下にちょっと説明がついていることもあります。これは任意のところです。では、イベント作成を押します。で最初に選ばなければいけないのは公開にするかプライベートにするかです。プライベートにすると参加者を招待しなければいけなくなるので公開のままにしておくことがおすすめです。でこの中で必ず入れなければいけないのはこのイベント名というところです。これを入れないで次へを押してもイベント名入れてくださいというメッセージがエラー表示がされます。何か問題があるときには必ずエラーの表示が出ますのでそれを確認しながら進めていただければと思います。今回はとりあえずテスト用にですね、仮のイベントの情報を入れておきます。とりあえずイベント名を入れます。で、キャッチコピーに関しては特に入れる必要はないんですが、入れておくと、このキャッチコピーが先ほど見た扉の画面ですね。扉の画面の方に表示されるので、まあ、何かアピールしたいポイントがあるならば、それを書いておくといいと思います。で、開始時刻と終了時刻、実はデフォルトで入れられています。必要に応じて変えてください。日にちの選択はこのような形ですね。でします。それから時刻の選択も同じように AM、PM、それから時間、それから分数ですね。選ぶことができます。でこれ今自動的になってるんですけれども、うっかり誤ってですね、本来設定できる私のプランですと3時間が最大になります。5時間でした。今回のプランだと5時間が最大なんですが、5時間を超えるような設定になると、やはりエラーメッセージが出ますので、間違いがあったときには、その都度修正しながら進めればいいです。で、この画像はデフォルトで何らかの画像が付与されています。必要に応じて変更してください。このままでも構わないんですが、そのイベントを象徴するような画像があれば、変更することをお勧めします。私自身が実際に、文法学会の方の、懇親会を担当したときにはですね、すべての、会場設定が終わってからですね、その会場の画像をスクリーンショットで撮って、で、会場に関する説明を入れた画像を用意して、これを扉にしておきました。そうすると、まあ、これが文法学会の懇親会場ですよ、とか、あと、飲み物用意してくださいとか、ここには勝手に入れます。鍵付きの部屋ですね。とか。そういった説明を入れることができるので、これをちょっとお勧めします。まあ、あくまで推奨です。特に何も変更なしであれば、それでも構いません。また、イベントページの説明というのは、先ほどのランディングページの下の方に出てたものですね。必要に応じてイベントの説明を加えてください。次へ進みます。次にフロアプランを選択します。まあ、基本はカスタムではなく、このフロアプランでいいと思います。全体的な色を変える選択。まあ、どれにするかを選びます。仮にこれにしておきます。でフロアプランレイアウトに関しては、見たいものを選んで、この目のマークですね。これを押すと拡大されますから、これでテーブルの数、配置等を確認してください。これはすべてが6人のテーブル。これがデフォルトのものです。が、例えばですね、一方で、
すべてが2人用のテーブルといったものもあります。これは用途によって選べばいいと思います。懇親会の場合は、なるべく大人数が座れるテーブルが多い、6人掛けが中心のものがいいんじゃないでしょうか。それに対して、例えば談話室ですとか、書籍展示ですね、などは、まあ、交渉用に2人だけで密談ができるテーブルがあった方がいいということであれば、2人掛け、4人掛け、6人掛け、複数のパターンが混ざったプランを選ぶのがいいかと思います。とりあえずこれを選択しておきます。ね、で使用フロア数、現在のプランはこれ1つしか選べませんが、1つの画面に全てのテーブルが収まるような表示なのか、それとも2つ、3つに分けるのかといったことになります。でゲストの人数、私のプランは50人が最大なので、これ以上はできませんが、実際の参加人数よりも多めにしておかないと、テーブルに空きができないため、みんなが移動できないということが起きます。ですから、特に懇親会に関して言えば、人数多くの人を収容できるプランを選ぶ必要があると思います。その下にあるのが看板を設定するです。これは任意です。先ほど、左側には日本語学会の動画、チャンネルのリンクを貼っていました。で右側には、この講習会の次第、式次第みたいなものを書いていました。必要に応じて入力をしてください。で、いろんな作業をする中で、とりあえずここまでで保存して終わりたいと思ったら、今次へしか出てませんけど、右側にイベントを保存するというのがあります。ちょっとここまでで一回止めようという時には、ここで保存をしてください。続けるときは次にオフします。で、フロアプランにバナーを追加する。これも任意ですが、書籍展示をする際には、必要だろうと思います。書籍展示をしようと思う場合は、例えばバナーをまず追加します。で必ずバナーの名称が必要です。この名称というのは、バナーを押した時のポップアップ画面に表示されますので、必ず入れておいてください。これがないと登録ができません。それからこのバナー画像、これも必ず必要になりますので、あらかじめ用意しておいてください。ファイルの種類が誤っていたり、サイズが大幅に推奨サイズを超えている場合などは、注意が出ます。忠告が出て先に進めなくなりますので、適宜調整をしてください。で、この次まで、このボタンの名称までが必須です。ポップ内の表示設定で、バナーを押したら何が出てくるかを決めます。動画の URL、もしくは画像の URL。もしも、ウェブ上に、オンライン上でこう情報がない場合は、自分で画像をアップロードする必要がありますので、その時はこちらを押してください。アップロード用の画面が現れます。ここでは、日本語学会の、ですね、日本語学大辞典の画像の URL をちょっと便宜的にお借りして入れておきます。で、ボタンの名称というのは、この画像や動画の下に表示されるボタンのことです。で、ボタンの名称ってありますが、要するにボタンに何を書いておくかということですね。で、例えば、ここのボタンからさらに、できれば日本語学会の YouTube チャンネルの視聴者数を増やしたいといった希望があるのであれば、この YouTube チャンネルに誘導するための文言を入れておきます。例えば新しい動画がたくさんありますよとか、そんなのでもいいかもしれませんが、まあ一般的なのは何々はこちらというものですね。もし書籍展示でしたら、例えば図書目録はこちらにして、図書目録のウェブサイトにリンクを、あるいは本社のウェブサイトはこちらとして、ウェブサイトに飛んでもらうということもできます。であとはバナーをどの位置に表示するかをこの数字で選んでいきます。どこでも構いませんが、とりあえず16番のところに追加をしておきます。これでバナーが設定されました。もちろん、後から編集することは可能ですので、必要に応じてこの鉛筆を押してください。実はこれ、後からですね、イベントを保存した後に、統計ですね。何人ぐらいがクリックしたかみたいな情報が得られるようです。必要に応じてこれも後でご活用ください。では確認画面に移っています。ここまでで基本的な設定はすべて終わっています。で、もしも皆さんが何か、することがあるとしたら、例えばウェルカムメッセージ、入ってきた瞬間にパッと表示されるメッセージを設定しておくということがあるかもしれません。その場合は、このサンプルのような形ですね。画像とメッセージ、もしくはメッセージだけという形で設定をすることができますので、ここでやってください。特に必須ではありません。
また、YouTube 配信などの設定もできるようですが、特に必要がなければそのまま。ロビーは先ほど言った待機室ですね。必要がなければ、向こうのままにしておいてください。はい。これでイベントを保存します。するとですね、まだ始まってないので、今こっちですね。新しく作ったのはこちらですね。はい。これ新しいものになります。テストイベントになっています。でちょっと見たければ、ホストはまだ開始前でも自由に出入りができます。他の参加者はホストがいようがいまいが、所定の時間だけアクセスできます。で実際入ってみると、まあ、システムチェックちょっと飛ばしますね。はい。こんな感じですね。今、デフォルトの状態でこうなっています。そしてバナーですね。先ほど設定したバナーを確認してみると、ここの画面で確認ができます。クリックをすると、はい。バナー名が出て、ちょっと画像のデータのサイズがおかしかったんですね。ちょっとちゃんと映りませんでしたが、さらにボタンを押すと、日本語学会の YouTube チャンネルに映るようになります。このような形でイベントを設定していきます。では、はい。まあ、今簡単にざっと説明をさせていただきましたが、懇親会としては、テーブルごとで話して終わりにならないために、全体のプレゼンテーションをうまく組み込んでいく必要があるだろうと思います。それにより会場全体の一体感を出すことができます。また、人がなるべく自由に移動できる余裕があるような会場設計が必要だと思います。二人用のテーブルでになってしまうと、移動先がないときに本当に、交流が進まないということがあるので、テーブルの席数ですとか、レイアウトを、しっかり選ぶことが重要かと思います。で、談話室については、活用方法を事前に周知することで、利用を増やすことができるかと思います。自由に出入りというのでもいいんですが、例えば何時から何時までは口頭発表の発表者の人が、ここを使って、参加者の人と議論できますよといったテーブルを設けておくですとか、あるいは一緒にこの発表を聞きましょうみたいなテーブルを設けておいて、で、一つのテーブルに例えば A の1の発表をみんなで聞きましょうみたいなテーブルを設けて、一緒に聞きたい人がそこで、リモを起動させつつ、他のデバイスで発表を聞くという形があります。実際私も、これまで談話室の中で、リモの部屋に待機しながら、テーブルにいらした他の方と、それぞれデバイスで同じ画面を見て、意見をそれぞれ述べ合うといったことをしていました。こういう活動ができると、まあ、リアルな現場での学会に近いような交流ができるかと思います。それから、もちろん書籍展示を談話室で行うというのも有効です。バナーを活用したり、書店専用のテーブルを設置するということがあります。ただ、必ず書店さんに事前の説明会を行うことが必要です。ご要論学会さんも複数回に分けてリモの活用方法について書店さんに対する説明会を行っていました。で、またその上で書店さんのご希望を聞いて必要なデータを提出していただくという形が必要になります。そういう段取りが必要になります。注意点としては、リモの会場にどうしても入れない人がいるっていうことです。で、相談できる窓口やバックアップ体制を整える必要があります。例えば、懇親会の場合は、第二会場をズームで設けておくといったことですね。その場合は、リモの会場とズームの会場で連携できるように、まあ、実行委員などの方で、二つのデバイスで行き来できる人を用意するとか、あるいは、ズーム会場の方でも、リモで行われている全体プレゼンテーションを共有できるように、まあ、仮想カメラですね、OBS などを使って、ズーム会場で中継をするということも必要になるかと思います。懇親会に参加する方には、事前に談話室に一度入って練習しておいてくださいとお伝えしておくことも有効だと思います。また、会場に入れたとしても操作がわからない人がいる場合がありますので、ヘルプデスクを設置しておき、担当者が常駐することも必要かもしれません。中に入ってきたけどずっと一人で一つのテーブルにいるっていう方が時々いらっしゃいますので、そういう方には一応声かけをして何か問題がないかを聞いてみるのもいいと思います。アイコンにエクスクラメーションマークがついている場合は何かカメラ、マイク等のトラブルが起きている可能性がありますので、
可能でしたら一度お声掛けをしていただければと思います。はい。このような注意点もあるので、まあ、簡単ではないのですが、リモを活用することでいろいろな、可能性があるということをお示ししたその日です。はい。以上でこの発表内容は終わります。リモに関してはすでにたくさんのガイド記事がありますので、そちらをぜひご参照いただければと思います。